外国人観光客を呼び込むインバウンド戦略について考えようという講演会が今日王子町で開かれました。この講演会は聖徳太子ゆかりの地として互いに協力し、魅力をアピールしていこうと、王子町が清和地域にある7つの町に呼びかけて実現したものです。講師を務めたのは今インバウンド戦略で注目を集めている岐阜県高山市の国島道博市長です。 高山市ではいち早く外国人観光客を取り込もうと2011年にインバウンド専門の部署を設置するなど政策を展開してきました国島市長は多言語で対応するだけでなく国ごとのニーズを捉え紹介する名称を変えたパンフレットを作ったほか周辺の自治体や地元の企業と一緒になってブランド戦略を立てたことが成功につながったと話しました 2021年に聖徳太子没後1400年を迎えることから清和地域では一体となってインバウンド戦略を進めたいとしています。